今回は京都までやってきました。息子さんとお嬢さんの部屋を一気に片付けました。どうぞご覧ください。できました。どうぞ。すごい。続いて息子さんの部屋です。今回は京都に行ってきました。今日は京都のお片付け2日目なんですけれども、なんとスペシャルゲストが来ています。去年の秋に京都でお片付けをさせていただきました。動画が4本あります。概要欄にリンクがあるのでぜひご覧ください。実はその方、整理収納アドバイザーなのに、もうめんどくさくて自分のお部屋は片付けてませんでした。今回京都に来てると連絡したら、お手伝いに来てくれたんです。それではご紹介します。どうぞ。1年ぶりに、どうもお久しぶりです。久しぶりです。それじゃあお名前お願いします。京都のラブです。1年前はね、お片付けさせていただきました。2日間でやりましたよね。で、普段整理収納アドバイザーとして、お友達のお家を片付けたりとかね、人のお家は片付けられるんですけど、自分の家はね、苦手でしたよね。あれから1年、変わったことは何ですか？物を増やさないということ、時々お友達を呼んで、ちゃんとキープできるようにしています。素晴らしい。それではですね、もう一方、大阪の整理収納アドバイザーのかなこさんです。自己紹介お願いします。皆さん、はじめまして。東大阪市から参りました、整理収納アドバイザーの井上かなこです。今回は京都でお仕事をさせていただくことになりました。普段はですね、大阪を中心にお片付けしてるんですが、京都まで足を運んでいただきました。今日はかなこさんとラブさんのお二人にもお手伝いをいただきます。ここはリビングです。壁側に使ってなさそうな家具を発見しました。開けられないんじゃない、これ。どうしたの、これ。とりあえず置いてるだけだそうです。これはビフォーの状態です。ぬいぐるみが置いてある台はイケアのものです。これはリビングにあった棚ですが、全然使っていないんです。今回これをお嬢さんの部屋で使うことにしました。今回は3部屋片付けなければなりません。このお姉ちゃんの部屋、2時間で片付けます。お仕事だと時間内に終わらせなければなりません。もうちょっとつ猛進、一心不乱です。これはどうします？これ私は全部ガラクタだと思うんですけど。ガラクタじゃないんで全部取っときます。今日はお嬢さんが不在です。勝手に物を捨てることは許されません。ママがガラクタだと思っても、お嬢さんにとっては大切な宝物かもしれませんもんね。リビングから移動してきた棚の棚板の位置を変えていきます。学校の物などを収納していきます。あのさ、ママさ、縄跳びいっぱいいるけど、どれか捨てない？ビニール袋に入っている古い縄跳びを一つ処分することになりました。このクローゼット、何度みたいですよね。全然機能していませんでした。左側にママの洋服がかかっています。ここにかかっているお洋服はママのものです。すべて見直しをしていきます。処分したり売るものがあるので、ハンガーが開いてきます。黒いハンガーに統一していこうと思っています。私、いつもエプロンの紐が取れちゃってるんですけど、全然気づかないままお仕事しちゃってるんですよ。可愛いの、エルサ。これ売れないの？これ売れます。これ、これもだって売れるじゃない。あ、それでおもちゃのやつが売れないです。セットでやればいいじゃない。売れますかね。売れる、売れるよね。着るよね。この後、一着一着お洋服をどうするのか聞いていきました。なんか知ってた、私京都に来るの。なんかで見た、パッと見、あ、京都来はるんやだけは見てたんです。いや、お会いできたらなと思って。いや、嬉しい。よかった、今日連絡して。朝ご連絡して、午後からお手伝いに来てくれたんです。
これがさ、はい、あの空っぽに近いんだけど、開かないじゃん。出した方がいいじゃん、絶対。左下の収納、全然これじゃ取り出せないですよね。思い切って出すことにしました。そこ入るかな。入った。開くね、開くね。よかった。この文句入れてください。続いて息子さんの部屋の片付けです。息子さんの部屋にお嬢さんの服があったり、後ろの隙間にはこんなに物がいっぱい。机の上がごっちゃりですね。かのこさんに仕分けをお願いしました。3部屋のお片付け、明らかに時間不足です。他の先生やアドバイザーさんだったら多分5人来てます、本当に。でね、押し入れやりたくないなと思ったんですけど、でもここを片付けないと中に収納できないと思って、上の段の左側だけですがやることにしました。ごめんなさい、アドバイザーの数が足りないので片付けられません。じゃすまないですもんね。帰りの新幹線の時間がどんどん近づいてきてます。頑張らなくちゃ。ラブさんにもお手伝いいただいてます。今回は1泊2日で京都へ片付けへ来ました。ですが朝10時から5時までお片付けで、2日目は新幹線でそのまま帰りました。1日目はポント町へ食事に出かけたんですけれども、昼間の観光には行けていませんでした。お客様が気を使ってくださり、昼間に有名な鴨川へドライブへ連れてってくれました。観光客で溢れていました。今度はゆっくり観光で京都に訪れたいです。それでは一気に片付け仕上げていきます。息子さんの部屋の片付けです。押し入れのものを出したり、後ろのものを出したりして大変なことになってますよ。あれ？今ママが何か大きなものをしてました。これなんでそれ持ってんの？持って帰り用で。やだ、もう配達員みたい。減らさないと入んないよ。あのね、ママはね、ワンイン10アウト。1買ったら10アウト。ワンイン、ワンアウトって言葉がありますよね。一つ買ったら一つ処分する。それじゃあ一向に物は減りません。ワンイン、テンアウト。物が多い人は目指してみてください。今、ラブさんが持ってるのはクリスマスの飾りです。いつ出すのだよね。しかも奥だったよ。奥の奥の奥だったよ。クリスマスがもうそこまで迫ってきていたのに、クリスマスの飾りが奥の奥の奥にしまってありました。忘れ去られていました。ちょ、何それ、誰の何？え、何年生だっけ子供？4年生。これこそ不要なものですね。息子さんの部屋に短い鉛筆がありました。この他にもたくさん文房具は持っていたんですね。これじゃちょっと勉強できないですよね。こんなちっちゃいね鉛筆は処分しましょう。あの、もったいないもったいないって、新しいの使ってないことこそもったいないです。ここでちょっとお知らせです。私、皆様のお家に行ってお片付けをしています。リモートでもお手伝いをしています。よろしければ概要欄をご覧ください。ご応募お待ちしてます。完成しました。今回は2部屋を先に片付けました。まずはお嬢さんの部屋からご覧ください。できました。どうぞ。だいぶ家具の位置を変えたのでびっくりされています。これはリビングにあって、うん、物が入ってませんでした。お嬢さんの学校の道具などを入れました。続いてクローゼットです。リビングにあったお嬢さんの服をこちらにかけました。ママのお洋服はだいぶ減らしました。
息子さんの部屋にあった扇風機、使っていないゲーム、そしてポップコーンバケツをここに収納しました。感想を聞かせください。すごい綺麗になって色が統一されて、でもスッキリして見えて感動です。お嬢さんが水色好きだったかなと思ったんで、はい、ちょっと水色とピンクゾーンと作ってみました。ありがとうございます。まだまだ終わりじゃありません。ぬいぐるみがいっぱいでこっちゃりとした部屋をすっきりと片付けました。どうぞご覧ください。わざわざ私を京都まで呼んでくださって本当に嬉しかったです。全力で頑張りました。今回は京都までお片付けに来させていただきました。かなこさんとラブさんにお手伝いいただき、なんとか片付けることができました。次の動画では2回にわたってリビングのお片付けです。どうぞお楽しみに。どんなに遠くてもお片付けのお手伝い行っちゃいます。ご応募お待ちしてます。よろしければ YouTube の登録をお願いします。そしてコメントは励みになるのでお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。マイスタイルユミでした。